クリントン・デイビソンはアメリカ合衆国の物理学者である。1927年、レスター・ガーマーと共にニッケル単結晶による電子線の解説を確認した。これはルイド・ブロイの物質波の予測を確認したものである。1937年、別に電子線の解説実験に成功したジョージ・バジェット・トムソンと共にノーベル物理学賞を受賞した。デイビソンは イリノイ州のブルーミングトンで生まれた。1902年にシカゴ大学に入学して、ロバートミリカンの下で学んだが、経済的事情で学業を続けられず、就職した。ミリカムの推薦で大学の教官などを務めながら1908年、シカゴ大学を卒業した。1911年プリンストン大学で学位を得た。第一次世界大戦が始まると、 ウェスタンエレクトリック研究所で働くようになった。1930年代からは電子線の技術、応用面の研究を行った。1946年までベル研究所で働いた。ベル研究所でディビソンらは、ドブロイが物質波の考え方を発表する前から、ニッケルなどの金属に電子線を当てて、その反射を調べる実験を行っていたが、 ニッケルを熱処理して再結晶させたとき解説現象が顕著に現れることを発見した。1928年にアメリカ科学アカデミーからコムストック物理学賞、1931年にフランクリン協会からエリオット・クレッソンメダル、1935年王立協会からヒューズメダルを受賞している。ありがとうございます。